はい、どうもどうも柳田です。今日はですね、この後ろの在庫に関するですね、質問が来ているので、これにお答えしていこうと思うんですけれども、ですね、今日は3月の1日です。これ撮影してるのが、もうね、あっという間に2月も終わっちゃって3月なんですけれども、なんか今日すごい暖かくて、なんかもう春じゃんって感じなんですよ。もう T シャツでいける、ちょっと T シャツは言い過ぎかな、 T シャツでいけるんじゃないと思ってるんですけど、なんかね、もうそろそろ花粉がどうのこうのという話になってくると思うんですが、まあ、ご存知の通り、まあ、お気づきの方もいらっしゃるとは思うんですけどね、僕ね、鼻炎なんですよね。だから鼻声になっちゃって、なんかお聞き苦しいところもあるかとは思うんですが、まあ、ご容赦ください。なんとか、鼻声なんですよね、本当に。なんとか聞こえやすいように頑張って喋るので、よろしくお願いしますということで、この後ろに関するですね、こっちの在庫に関する質問を、お答えしていこうと思います。で、質問の内容なんですが、みこと月読みさんっていう方、いつもありがとうございます。いつも事務所の背景の時疑問に思っているんですが、その在庫どうするのということです。これですね、これ多分前に荷物一覧の動画の時に言っていたのでしょうか。なんか過去の動画ですね、見ていただいてありがとうございます、すいません。売れないと思った商品はまとめて市場で売るのでしょうが、ずっと在庫になる商品って夏に冬用とか冬に夏用ということなのでしょうか、というふうなご質問をいただきました。はい、まあごもっともな、ごもっともなご質問だと思うんですね。で、ですね、その経緯を説明すると、古物市場を使った仕入れですね。で、ブランドオークションを使った仕入れで、1回にですね、たくさんの商品、もう何度かお見せしてると思うんですが、1回にたくさんの商品を仕入れてくるので、そのですね、なんていうの、一山の中で売れるものと売れないものがこうたくさん発生するわけですね。で、その中の一山の中の売れるものだけ売っちゃえば、もうその原価も取れて利益も出るようなその状態になっちゃうので、残ったこの山はですね、まあ自分で売るのもよし、手間だったら違う古物市場に行って再度売り直すのもよし、もしくはですね、自身が買った市場にまた持って行って売り直すのもよしっていう風に僕は説明してるんですね。これはですね、確か古物市場の活用法のなんか4ポイントみたいな動画を確か撮ったと思うんですけれども、まあそこで解説してると思うんですが、まあそういうふうに説明してるんですよ。なのにもかかわらずこのずっと後ろに置いたままの在庫は何なんですかっていうようなご質問だと思うんですね。はい、もうおっしゃる通りごもっともだと思います。だからですね、今回は、その疑問にお答えするということと、まあついでにですね、この後ろにあるですね、在庫久々にちょっと覗いてみようかな、一緒に公開しちゃおうかなと思うので、ちょっと開けてみようと思います。はい、これは少し前に公開したばかりのスニーカーなんで、ちょっとどかしますね。はい、ということで、多分ね、本当ちょっと前に公開した時と何ら変わらない状態なんですよ。だからこれお見せしますね。こっちも行こうか。でですね、前々からお伝えしている通り、なんていうのかな、基本的に最近はですね、この YouTube をノーカットで一発撮りでほとんど上げてるんですけれども、前々から言ってる通りですね、僕は得意ジャンルをお伝えしてると思うんですけれども、僕はですね、コスメ香水が得意なのと、 CD DVD が得意なのと、あとアダルト DVD ですね、アダルト DVD が得意っていうふうに、言ってるんですよ。はい、なので、アダルト系のものと、あとそのアダルト系のゲームソフトですね、パソコンとかでやるやつが、割とあったりするので、万一ですね、そういうのが出てきた時は、一旦カットする可能性があるので、ご了承ください。ちなみにですね、結構あるんですよ。特にアダルト系のゲーム類がこっちにあります。
ちなみにですね、アダルト系の DVD はこっち側にあります。全く映らないようなとこに寄せてあるんで大丈夫です。で、なんでこっちにアダルト系のゲームがあるかっていうとですね、これうちのスタッフの中にそのなんか同人系とかオタク系が強いスタッフがいるんですよ、アルバイトの子でね。で、まあ、彼自身も結構そういうの好きらしいんですよ。僕ちょっとね、正直あんまりよくわかんないんですけど、得意らしいんで、彼に一任しようと思ってずっと積んでるような感じですね。で、なんで渡せてないかっていうと、まあそっちはそっちで業務があって、まあ、忙しいっていうのもあるんですけれども、なんか仕入れた時の状態がですね、箱と、ご存知の方いらっしゃるかと思うんですが、アダルト系のですね、ゲームソフトみたいな、パソコン用のゲームソフトみたいなやつってすんごい箱がでっかいんですよ。わかりますかね、なんかこんな分厚い、こんなでっかい箱にディスクがね、CD サイズのディスクが2枚とか入ったりするんですけど、その箱とですね、その中のゲームソフトとか特典の CD みたいなものがなんかこうバラバラになっちゃって、ぐしゃーってなっちゃってるんですよ。箱は空っぽのものが大量にあるんだけど、ソフトはソフトで別にこう分けられちゃってるみたいな状態になってるんで、まずですね、これどうしようっていう風に思って、あとまあ特典のグッズとかもあったりするんですね。だから、まあこれどうしようかなと思って、まあとりあえずここによいしょって置いて、そのままになってるみたいなものもたくさんあります。だから、そういうのがですね、もしポロッと出てきちゃった場合には、映せないので、そういった時にはですね、ちょっとカットをするようなことが起こると思うので、ご了承ください。で、見せられる範囲のものは、そんな大したもんないんですけどね。だから見せられる範囲のものはお見せしようと思います。はい、ということでまずこれですね。これ何かっていうと、見えるかな、こんな感じですね。これ何かっていうとですね、落ちちゃった。これなんだこれ。これはね、もうちょっと古いんですよね。古いんだけど、iPad 2のケース。2って書いてる。iPad のケースですね。と、あと、まあ、iPhone ケース。なんていうの？これも、まあ、スマホですね。これ、6S と、まあ、6のケースですね。こんなの。あとこれなんだろう、このケーブル巻くやつですかね、みたいな感じでこうずっとこうやって、ほら、これも iPhone のケースですよね。こういうのとか、まあちょっと型落ちもしちゃってますね。まあ僕が仕入れて置きっぱなしにしてるっていうのもまああると思うんですけど、これなんだ、これなんか多分ペタってくっつくのかな、 iPhone が。まあ、そんなやつですね。あと、こんなやつとか、もうこういったものですね。で、まあ、なんかちょっと前の動画でも確か回答したと思うんですけども、ご質問の中でガジェット系のものって市場で出ますかっていうような質問があったと思うんですけれども、まあ、まさにそんな感じですよね。こういうのガジェット系って言うんだと思うんですよ、多分。そうですよね。だから、まあ、この中には、そういった類のものが、こう、パンパンに入ってるっていうね。でですね、じゃあ、まあいいや。とりあえず、この、解説は後にして、蓋しまんない。解説は後にしますね。よいしょ。で、次こっちもですね、まあ同じような感じですね。こっちはね、どちらかというと充電器系がなんか多いですね。こういうのとか、なんか何これ、アダプターっていうんですか、なんだろう、配線とか、このスマホのフィルムとかですね。これはまあ、これはケースです。こんな感じとか、まあ、これも iPad の、フィルムかな。
まあ、こんな感じなんですよ。で、まあそういったものがですね、まあちょっとキリないんだけど、ここにこうパンパンに入ってるというような感じですね。はい、ちょっと拾いますね、さっき踏んじゃいそうなんで。とかですね、あとは何かな。次はですね、これなんだこれ、LED、目覚まし時計ラジオって書いてますけど、こういうのとか、あとあれですね、なんかテプラのテープが、この中に、これでも使いかけかな、使いかけっぽいやつが、まあ、なんか10個ぐらい入ってますよ、10個ぐらい。で、まああと同じくですね、こっちはテプラの多分未使用のもののテープ、まあ、使ってんのも中古のやつも入ってんな。まあテプラですよ、わかりますかね、テプラで、これが本体入ってんのかな、本体も入ってます。で、ちなみにあそこ見えますかね、あそこにある緑色の箱とその上に白い箱があるんですけど、あれもテプラ本体ですね、本体。次はこれはですね、レコードかな、レコードですね、こういうのとか、まあ、たくさんレコード、はい。まあ、ちなみになんですけど、僕は CD と DVD は得意なんですけど、レコードはね、本当にさっぱり分かんないんですよ。興味がないものやっぱダメですね、こうインプットされてこないですね。レコードはね、もしお好きな方いたらレコードはすごいチャンスありますよ。やっぱりご存知だと思うんですけど、1枚で数万円とかね、数十万円とか、下手したら100万円超えるレコードとかあるんじゃないですかね。やっぱり特にジャズ系ですよね、ジャズ系のものは高かったり、やっぱり洋楽とかね、あっちの方のが高かったりしますよね。サンプル版とか、あとまあなんかサイン入ってるとかね、そもそもの数が少なかったりするので、レアなものはすごいあると思います、うん、ただ僕はよくわかんない僕はよくわかんないですね、うん、はい。あとはそこじゃん、あとはなんかおもちゃですね、こんな感じで、こっちはおもちゃ、あとこれはですね、三味線かな、三味線。見えますかね、三味線、破れちゃってますけど、まあ三味線、まあこれはほこりがすごい、古物市場あるあるなんですけれども、まあ割と三味線ってね、よく見かけますよ。三味線とあと琴と、大正琴、よく見かけます、はい。で、大正琴はね、基本的にあんまりほぼ売れないですよね。もうやる人が少ないんであんまり売れないし、そんな高価なものないですね。ただ三味線と琴は作家さんが入ってたりとかね、象牙使ってたりとか、なんかね、いろいろ高いやつあったりするんですよね、まあ、ちょっと、その辺もね、僕はあまり詳しくないですね。ちょっと骨董品寄りのジャンルなので、僕はそんなに得意ではないっていう感じですね、うん、でもまあたまたまことがあるっていうな。これ多分ね、これ買い取ったんですよ、はい。あとはそうですね、 CD があったり古着があったりっていうような
感じかな。あとまあさっき言ったようにアダルトのゲームソフトがわーってあってあとそのもうちょっと多分ガジェット系、さっき見せたあのガジェット系みたいなものがまあわーってあるような感じですかね、うん、でまあ置いてあるここに置いてある在庫としてはそんな感じですね。まあ他にももっとあるんですけど、このカメラのこのあの撮ってるカメラのこのこっち側にもあのいろいろわーってあるんですけど、まあ今日はこんなところですかね、在庫の公開としてはで、じゃあご質問にあった通りですね、なんで在庫が溜まってしまうのかっていう解説なんですけれども、これはですね、まあ、一言で言ってしまうならば仕入れが安いからが主な原因、仕入れが安いからこうなっちゃうっていうのが、主な原因になります。はい。でもしですね、仕入れてる金額が高かったりとか、例えば背取りとか、うん、店舗背取り、電脳背取りみたいなこの利益の薄い商売をやってると、仕入れたらですねすぐ支払いが来ちゃうので、現金が必要になるので、こう自転車操業みたいになっちゃうんですね。だから、仕入れてきたらもうなるべく早く売りたいみたいな状況になってしまうんですけども、いかんせんですねこの古物市場の仕入れは仕入れ原価が安いんですよ、ものすごく。そして量が多くって、その1個売ったらもう利益出ちゃうみたいな話が結構あるので、こういう風に残っちゃうんですね。残っちゃう。でこれをですね、なんで早く古物市場に持っていかないかっていうと、単にですねサボり癖サボり癖っていうのがほとんどの原因で、あとまあ量が多いっていうのもあるんですよ。で例えばこれ売ろうと思えばメルカリでも売れるんですね。でちょっともう型が古くなっちゃってきてるんで、今となってはもしかしたらあんまり売れないかもしれないんですけれども、細かく売ればメルカリとかでも全然売れるようなものなんですよ。で古物市場に出しても売れるんだけど、やっぱり古物市場にまとめてダンって出すよりも、自分たちで細かくメルカリとかね、ヤフオクに出品していった方が売り上げが立つじゃないですか。もちろんその古物市場に仕入れに来る人はいろんな人がいるというふうに説明したと思うんですけれども、やっぱりですね古物市場で仕入れてメルカリとかヤフオクに転売しようって考えてる人とか、あと買ったら自分のお店で売ろうって考えてる人とか、あと外国の人が古物市場で買って自分の国に持ち帰って輸出っていうような形で、まあ、海外で売っちゃおうみたいな人、あとは市場で買って違う市場でまた売っちゃおうっていう、この旗ですね、旗の説明したと思うんですけれども、旗をしようっていうふうに考えてる人で、まあ最後にまあちょっとおまけで言うならばフリマですね、古物市場で仕入れて、大井競馬場とかですね、フリマリアルなフリマの方ですね、フリマアプリじゃなくてフリマで売ろうって考えてる人なんかがいっぱいいるわけなんですよ。でまあだから基本的にはですね、そことのニーズと合致すれば古物市場で売っても高くはなるんですけれども、例えばメルカリとかで売ろうっていうふうに思っている人ばっかりだったら、これ一箱を古物市場に持って行ってもそんな大した金額にはならないんですね。だからそうだな、例えばこれ一箱持って行ったとして古物市場でいくらぐらいで売れるかっていうと、おそらく、よくて3000とかおそらくこれ一箱でね、まあ、僕もだからそれぐらいのもんで買ってきてると思うんですよ。で 2,3,000 とかですね。でまあ高くても 5,6,000 ぐらいじゃないかなっていうふうな、倍価の見通しがつくんですね。でももしこれを自分たちで売ろうと売ればそこそこの金額いくように思いませんか。これ、まあ、例えば1個ずつ販売したら手間もかかっちゃうし、まあ、倍価もそんないかないなと思ったらね、これ1個じゃそんな大した値段にはならないかもしれない。例えばですよ、まあ、これ売れる売れないはちょっと別に置いといて、例えばとしてこれ1個じゃ大して売れないなと思ったら、もうそもそもの仕入れの原価が安いんで、例えばこれ
ね、全部まとめて1000円で出せば1000円で売れちゃうかもしれないじゃないですか。2000円とかでもね、買ってくれる人いるかもしれない。そうすると全部をドバッと古物市場で、売り切っちゃうよりも、こうやって何個口かにしてメルカリとかで出品した方が、単純にですね、あの売上とか利益が出ちゃうですね。だからどっちにしようかなって悩んで置きっぱなしになってるような感じです。まあ、正直言ってどっちでもいいんですけど、まあそんな大差はないですよ。全部売り切ったら、まあ、2、3万ぐらいになるかな。自分で全部売り切ったら2、3万ぐらいになるかな。古物市場に出したら5000か、まあ、3000か5000ぐらいかなっていうようなところのなんかせめぎ合いなんですけれども、あの持っていく手間もあるし、まあ、めんどくさいなっていうのもあるし、まあ、そんなにあのもう元原価のその元は回収しちゃってるんで、そんな焦って売る必要もないし、うん、どうしようかなって思いながら、あの棚にしまって時が経過しちゃうっていうようなことの繰り返しなんですよ。でしまった後にはですね、また仕入れてきた新しい商品が来るじゃないですか。そうすると新しく仕入れてきた商品のよく売れるものとか高いものを先にこう出品し始めるので、どん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 ですね、後回しにされてあそこに溜まっていってるっていうような感じですね。はい、これでちょっとお分かりいただけたでしょうか。だから、まあ、まあ結論をですね、こういうのさっきまで説明したやつを全部すっ飛ばして、結論だけ言うとするならば、古物市場の仕入れが安いために、あそこに置いたままになっちゃってるよっていうようなことになるんですよ。どうですかね。伝わりますかね。はい、なんかでもちょっとあれみたいですね。あのコメントの方からいくつかいただいてますけど、古物市場やっぱり挑戦してみたけどなかなかうまく買えなかったよっていうコメントがねいくつか来てまして、まあ、やっぱり最初は大変なのかなと思うんですけど、まあ、そのコメントの話はですねまた違う動画でちょっと、できればなと思ってるので、そうですね、そっちはその話はそっちの動画で話します。という感じで、こんなもんでいいですかね。またあのもっと他の在庫も見たいよっていうんだったらですね、そっちの方も、お見せすることはできます。できるかな、できると思うんですけど、そんなでも在庫に興味ありますか。なんかまあ、他はいっぱい、ここにもいっぱいあるけど、なんか、財布とか、これベルト？バーバリのベルトとか、これなんだろう、ほら、キーホルダー的なのとか、あと、この海外の、これ海外のお金ですね。海外のお金とか、これもう海外のお金。なんか、雑貨とか小物に混ざってくるんですよね。でこれ多分、こうやってなんか貯めてるんですけど、とか、これなんだっけ、あ、ほら、これ携帯電話ですね。ガラケーですよ、ガラケー。こういうやつね。見える？ガラケーいっぱいとか、こういう細かいやつは貯めて、量が増えたら、なんかまとめて売っちゃおうとかね、そういう感じですね。こういうのとかね。まあそんな感じかな。あとこれサングラスとかメガネ。細かいのはこうなんか貯めてっていう感じで、あとなんか石鹸とかね大量にこっちにあったりするんですけど、まあ今回はもうそんな感じでいいですかね。なんかもう20分過ぎちゃった。ちょっと長くなっちゃいましたね。じゃあこんな感じで、まあ、もっと見たいよっていうね、どんな在庫あるんですかっていう見たいよっていう要望があったら、それはそれで動画にしてお送りしようと思うので、コメントの方からください。はい、というような感じです。このチャンネルではですね、このように、コメント欄からですねご質問いただいて、まあ、僕がですね動画で返すっていうことをやってますので、まだチャンネル登録をお済みでない方はですねチャンネル登録をして、でまあ背取りとか転売とかですね、あとメルカリに関する悩み、あとまあ最近では古物市場に関するものとかね、仕入れに関するもの、ブランドオークションに関するものなんかも全部コメントからいただいてこうやって返してますので、よかったらですね、ぜひ気軽にですねコメントしてください。でまあ僕が分かるような内容であればこうやってお返しできるのでよろしくお願いします。ということで今回は以上にしたいと思います。じゃあ最後まで
ご覧いただきありがとうございました。次回もまたお願いします。そうそう、夕方の7時にあの声だけのやつアップしますので、そっちもですねぜひお願いします。バイバーイ。